8月23日1日の取引を終えました。日経平均株価は大幅続落になりました。先週末に比べて300円89銭安い 22,396円99銭で終えています。22,400円台を割り込んで終えました。トピックスは 6.28 ポイントの下落で 1738.70 にとどまっています。日経平均の下落率 1.3%、 対してトピックスの下落率は 0.3% と、かなり日経平均が売られたという1日であります。今日は金融株が比較的買われておりまして、これがトピックスを底支えしたという格好の東証一部です。東証一部全体の半分以上にあたる1112銘柄が下落しました。上昇したのは全体の4割884ということで、東証一部全体としては売り物が先行しました。それではまず日経平均株価の冷やしチャートをご覧いただきましょう。日経225冷やしですが、この線ですね、2万3000円の節目回復まで先週はあと一歩に迫りましたけども、結局2万3000円の壁に跳ね戻された、押し返されたような格好であります。今日は大幅続落。このオレンジ色の線、75日線、またこの緑の線ですね、25日線のあたりまで株価が押し戻されているというのが日経平均の動き。こちらは 1.3% 安でした。一方でトピックスの下げはそれほどでもありませんでした。今日は日銀の金融政策変更に絡む報道が出まして、金利敏感な銀行ですとか証券、それから政府といった株が買われて金融セクターの軒並み高しました。金融セクターといった時価総額の大きいところに左右されるトピックスであります。トピックスはそれほど下げていません。こちらは 0.3% の下落にとどまっています。今日は銀行株ですとか政府といったところが買われています。例えばこちら8750第一生命ですね。こちらも窓を開けて買われていまして、このオレンジ色の75日線を上抜いています。 4.7% の上昇になりました。国内の複数の報道機関が日銀が次回、今般の金融政策決定会合でゼロ金利政策を見直すんではないかと、金利の上昇をある程度認めるんではないかといった観測報道が出ていました。これを受けて金利、低金利に苦しんでいた地銀ですとかメガバンク、保険といったところに今日は資金が流入しています。一方で冴えなかったのが外需系輸出関連セクターであります。例えば7267自動車のホンダであります。今日は為替相場が1ドル111円を割り込んで、一番円が高いところで110円の70銭台まで円高が進みました。トランプ大統領がドル高を牽制して、つまりドル高円安はけしからんという発言をツイッターなどで繰り返しています。これを受けて東京為替市場円高方向に触れまして、自動車、電気、機械といった外需関連の銘柄は今日冴えませんでした。ホンダの場合は 1.1% の下落になります。今日の東京市場、日経平均株価は300円を超える下げでしたが、金融セクターがなんとか踏ん張ったということで、トピックスの方は 0.3% の下落にとどまっています。日経平均が大きく下がり、トピックスがそれほどでもないということで、 NT 倍率は縮小したというのが今日1日の動きであります。以上、大引けの模様を東証アローズからお伝えしました。